香港との間を港玉、沖大橋が結ぶ中華、人民共和国マカオ特別行政区。通称マカオは、中華人民共和国の特別行政区の一つ。中国大陸南岸の玉江河口に位置する旧、ポルトガル海外領土で、現在は、カジノとモータースポーツや世界遺産を中心とした、世界的観光地としても知られる。マカオは、玉江の最下流域。 西の河口に位置し、中華人民共和国関東省の広州からは、南西に1 4 5トル、香港からは南西に7 0トル離れている。関東省の主海市に接し、中国大陸本土南海岸に突き出た、マカオ半島と沖合の島から構成される。この島は、もともとタイパ島とコロアネ島という二つの島であったが、島の間は埋め立てられて、 個体と呼ぶ地域となり、全体が一つの島のようになっている。現在、半島部と旧タイパ島の間は三つの橋でつながれ、個体から西に、主海市と結ぶ橋もできている。セナド広場1999年までポルトガルの海外領土であったマカオは、中国大陸のヨーロッパ諸国の植民地の中では、最も古く、域内に植民地時代の移行が、 数多く点在する。このため、2005年7月15日に、マカオの8つの広場と22の歴史的建造物が、マカオ歴史地区という名前で、ユネスコの世界遺産に登録された。域内には、多くのカジノが運営されていることから、東洋のラスベガスとも言われている。歴史的建造物と、カジノが、香港や中華人民共和国本土のほか東南アジア、 東アジア域内から多くの観光客を呼び込み、それに隣接しているホテルを含む観光産業が盛んである。毎年11月に市街地を使って行われるマカオグランプリは世界的に著名な自動車レースであり、この時期に多くの観光客を引きつけている。マカオと香港間は24時間高速線が約1時間で結んでおり、他にもヘリコプターによる 定期便が頻繁に運行される。日帰りで訪れる、香港人や、旅行客も多い。2018年10月23日に香港とマカオを結ぶ港玉、沖大橋が完成した。マカオという名称の由来には、多数の説があり定かではないが、マカオ半島にある道教の病、カカカク病に由来する説が有名である。ポルトガルの船員が、 マカオのカカカクの前から上陸するときに地名を聞いたら、病の名前を聞かれたと思って、カカカクと答えたからと伝えられている。それ以外は、当地の人間は、生意の言葉が理解できず、関東語の悪口、が混ぜた、なにすなわち、の返事を間に受けたという説もある。カカカク病は、1448年に、マスを建てつるために建設されたもので、 現存し、開運、行業の神として崇拝されている。マカオは、沖が、水が奥深く入り込んだ湾や入り江を表し、門は、門のようにそびえ立つ南大山と北大山、また東の大和門と西の小寺門からマカオと表記された。歴史的には、鏡という名が秋代に記録されているのが最初で、マカオの他豪郷、沖、豪郷、海鏡、 カヤマ王などの名称もあった。文語的な表現でマカオは、ゴーコーとも表記される。レンが多いことからレンシマ、レンカイなどの古称もあり、茎のモチーフにも使われている。マカオの関東語音訳として、ウマコウという表記が用いられることもある。ポルトガル領時代の正式名称は、シダージドゥーのメデデウスでマカオ、ナギイチ、オートラマイスリールであった。室町時代後期から、 江戸時代初期の日本においては、天川と呼ばれることがあった。玉江と南シナ海の境目に位置するマカオは、もともと、漁民や担任と呼ばれた、水上漁民を中心とする漁業の村であった。その後、東南アジアなどとの通称が始まると、貿易の町として栄えてきた。1513年に、当時世界有数の海洋大国として、世界各地にその派遣を誇っていた。 ポルトガル人が中国に初トライし、明王朝との交易を開始した。解禁家の民が1522年にタムロモン島を拠点とするポルトガル船を駆逐し、公衆交易を禁止した。ただしこの時期のマカオの領有権はポルトガルではなく、アキラにあり、民がマカオに税関を設置するなど主権を有していた。しかし、民の火星年間には、 マカオ周辺海域での海賊の横行がはだしく、ポルトガル艦隊総司令官のレオネル・デ・ソーザが海賊退治に協力した。1557年、その褒美としてニアからマカオへの居留が認められた。民が終焉に至る17世紀中頃までマカオを中継地としたポルトガル交易が東アジア周辺国で広がりを見せた。 ポルトガル人居住者は、秋葉から居留のための献金などの名目で、公易の一部利益を上納していた。この頃のマカオは、日本が鎖国するまでは、長崎との貿易で繁栄を極めた。その後、ポルトガルとスペインは、同訓連合となり、スペインの植民地マニラとの間にも貿易ルートが、開かれ、これは、オランダとのマカオの戦いを起こすことになる。 しかし民進交代期の動乱や関東の対外解放等の影響からアジアにおける貿易港としてのマカオは次第に衰えていった。1840年代のマカオ1900年代のマカオ居住確保を目的としたポルトガルからの継続的な献金はアヘン戦争後の1849年に停止された。ポルトガル人は 新代の1851年にタイパ島、続いて1864年にコロアネ島を占拠するところとなり、1887年の中保、和義通商条約により、マカオはポルトガルへの正式割譲となり、ポルトガル直轄の植民地となった。ポルトガル政府が任命した総督の統括により、居住地が線引きされて2区となった。1区は、 新国人居住地で、もう一区には、ポルトガル人をはじめとした、外国人居住区が設けられ、各区長によって、各区の行政が推進された。こうした、行政下で、新国人及び、領事以外の外国人が、1906年7月に、旅券、または、書類提示による入出国管理へ移行するなど、ポルトガル人居住区で、近代的な法整備が進んだ。 その後、天然の良好に恵まれ、アジアにおける要衝として発展した香港とは、対照的に、マカオの貿易港としての機能は低下し、その地位は全く凋落した。マカオは、まえの土砂が堆積しやすい位置にあり、大型の船舶が入港しにくくなっていたこと、当時ポルトガルの国力が低下していたことも、衰退の原因に挙げられよう。 中華民国と日本との間に1937年より起きた日中戦争においては両国と国交を持ち中立的立場にあるポルトガル領であることから戦果とは遠い存在であった。1939年9月に起きた第二次世界大戦においてポルトガルは中立国となり、その後1941年12月に勃発した。 太平洋戦争を通じて、日本とも中華民国ともイギリスとも、交戦状態に入らず、ポルトガルの海外憲政庁のもとで、中立校として機能した。このため戦火を逃れようとした、大量の難民が、中国大陸から流れ込んだ。イギリスなど各国領事館がいました中は、大戦中は、諜報活動の場となった。 日本も1941年1月に在マカオ、日本領事館を設置、紹介席の直属機関等による、抗日活動と、標的テロも勃発し、数軸国の敗戦が濃厚となる1944年末には、対日テロが激化した。1945年には、福井康光中マカオ領事が、中国人の襲撃に遭い、拳銃で射殺されるという事件が起きている。 なお、マカオ人の少数が、香港防衛義勇軍のメンバーであり、香港の戦いで、日本軍の捕虜となった。ポルトガル人警察官による、マカオ特務機関にの発砲事件などが、発生するなど、緊迫した事件が、相次いだ。1945年8月に、第二次世界大戦が終結し、日本軍が、中国大陸から撤退した後に、 中華民国総統である、蒋介石率いる中国国民党と、毛沢東率いる中国共産党の間に、国境内戦が勃発した。その後、1949年には、毛沢東率いる中国共産党により、北京を首都とした中華人民共和国が成立し、中華民国に代わって、中国大陸の大部分を統治するようになったものの、 その後もイギリスが統治を続けた。香港同様、マカオも以前として、ポルトガルの統治が続いた。なお、ポルトガルは中国共産党政府を、西側陣営で早くも1950年に、承認したイギリスとは異なり、第二次世界大戦後もファシズム的なエスタドノボと、呼ばれる、長期独裁体制が存続していた、アントニオ・サラザール政権下にあったこともあり、 中華人民共和国との国交は結ばない今まであった。中国政府へ謝罪する文書に署名するマカオ総督、1967年、毛沢東と会見する、何君、1956年中華人民共和国内で文化大革命が行われていた1966年11月に、中国共産党系小学校における無許可での、 増築工事に対するポルトガル陸軍大佐の持たセルベイラ代理総督による制裁が行われ、この制裁に起こった住民によるデモがセナド広場などで数回にわたり行われた。当初は平和的なデモであったが、その後中国共産党系の住人によって暴動化し、12月3日にはこれを鎮圧しようとしたフィゲレド警察署長指揮下のポルトガル軍警察が、 デモ隊に発砲したために、数人のデモ隊が死亡する惨事となった。事件の最中に赴任したホセマニュエルデソーサーエファロ・ノブレ・デカバー・リョシンソー・新総督は、29日午後に、マカオの経済界代表と会談し、学校建設阻止のために警察を動員したことは、不適切であったことを認め、中立の調査委員会を設けて、事件の解決を図ろうとした。しかし、 中華人民共和国政府は人民解放軍によるマカオへの軍事侵攻をほのめかしながらポルトガル政府に対して事件の謝罪と責任者の処罰、共産党系の遺族に対する一社料の支払い、以後の中国共産党系住民による統治参加、そして中華民国の国務機関によるマカオ内での活動の停止などを要求した。当時のポルトガル海上帝国は ポルトガル植民地戦争で国力が低下し、マカオにわずかな軍事力しか駐留させていなかった上に、同じく海外領土として中国大陸に香港を抱えていたイギリスとの英保衛級同盟も5年前に、ゴアなどのポルトガル領がインドから武力侵攻を受けた際に役立ってなかったため、軍事的な支援は期待できなかった。軍事対立が起きた場合べてを失うと、 サラザール首相は判断し、総督は、毛沢東の肖像画がかけられた場所で、謝罪の文書に署名させられ、セルベイラ代理総督は追放され、要求をほぼ全面的に受け入れた。以後、マカオの王、マカオの影の総督と呼ばれ、ポルトガル政府と友好的な関係を持った、新中派実業家の何県の影響下に入ることになり、 当時のアフリカのポルトガル植民地とは対照的に正常は安定した。ポルトガル政府は中華民国との国交を保ち続けたにもかかわらず、国連で国際連合総会決議2758に賛成したり、その植民地であるマカオがあらゆる中華民国の活動を禁止して単独で中華民国と事実上。 断交するなど中華人民共和国政府に配慮した政策を取ることとなった。オテロでカルバー旅隊一率いる国軍左派による1974年4月25日のカーネーション革命の後にポルトガルは民主化され、当時所有していたすべての海外領土を放棄する方針を取ることになった。しかし、中華人民共和国政府はマカオの主権を主張しつつ、 当分の間のポルトガルによる統治を希望して交渉は停滞した。ポルトガル政府は1977年1月にポルトガル軍をマカオから完全撤退させるとともに同年3月マカオを特別領として再編成し行政上及び経済上の自治を多くの点で認めた。その後1979年にポルトガル政府は中華人民共和国政府との 国交樹立を行った。第二次世界大戦後に国力が低下しており、しかも地元民による自治が進んだマカオを海外領土として統治することに興味を持たなくなった。ポルトガル政府は中華人民共和国への即時異を望むも、中華人民共和国もまだまだ貧しいため返還は遅れ、アジア最後のヨーロッパ植民地と呼ばれていた。その後、 1984年に行われたイギリスと中華人民共和国の香港返還交渉に続いて、1987年4月13日に、ポルトガルと中華人民共和国がマカオ返還の共同声明に調印した。マカオ返還の象徴、金蓮花広場マカオの行政管理権は1999年12月20日に中華人民共和国へ返還され、 マカオ特別行政区にすることになった。初代行政長官には何県の息子である何奴が就任した。マカオのスカイライン返還後のマカオの行政長官は選挙委員会が選んだものを中華人民共和国の中央政府が任命する形となっている。中華人民共和国の領土の一部であり政治的にもその下に入ることとなったが 変換後50年間は現状の保全が取り決められている。このため、現在もポルトガル語が公用語として使用されるほか、ポルトガル統治時の法律の多くがそのまま適用される。ポルトガル語は中国語と並ぶ公用語とされ、政府の公文書におけるポルトガル語表記や道路表示や看板などのすべての表示にはポルトガル語と中国語の表記が義務付けられているほか、 一部のカトリック系学校においてポルトガル語の授業が設けられているものの、少数のポルトガル系住人を除くほとんどのマカオ住民が日常的に使用する言語は関東語である。上述の通り、以前から中華人民共和国との結びつきが強かったため、香港に比べ若い世代を中心に普通話の理解度が高い。2002年に、 カジノ経営権の国際入札を実施し、その結果これまで何を取り経営の、ソシエダーディエ・デツーリスもいい、ダイバーソスでマカオ、SA が独占してきたギャンブルを含むカジノ産業を開放して、アメリカのスティーブ・ウィン経営のウィンリゾーツや、シェルドン・アデルソン経営のラスベガス・サンズなど多くの外国からの投資を呼び込むことに成功し、2006年には、マカオのカジノ収入は、 ラスベガスを抜いて世界最大のカジノ街となった。2003年には中国本土、マカオ経済連携金密か取り決めの締結で中国本土との貿易も盛んになり2004年から2014年まで二桁の経済成長を続けて世界で最も一人当たりの国内総生産が高い地域の一つとなり先進国水準の公共サービスや社会福祉制度も 充実するようになった。2008年からは、インフレ対策や富の再分配を名目に、マカオ市民への9000パタカの定額給付金も2019年時点で、毎年実施されてきた。1990年代のマカオの地図現在のマカオの、地図南シナ海に面するマカオは、中心地となる、半島部とタイパ島とコロアネ島の間を埋め立ててつなげた島からなる。 半島部は東には玉江、西には西江があり、中華人民共和国の本土の主海経済特区と隣接している。1970年代以降に大規模な埋め立てが行われたため、マカオの地形は概ね平坦であるが、険しい丘が多数あり元の地形の名残を留めている。マカオ半島はもともと島だったが、徐々にサスが伸びてゆき、狭い地境になり、 その後の埋め立てにより狭い水路を残して大陸と一体化した。マカオは高度に構造物が密集した都市であり、高地、放牧地はなく、実質的に農業はほとんど行われていない。このために、マカオの人々は伝統的に海に目を向けて生計を立ててきた。マカオの行政区分地図かつては、半島部をマカオ市、その他東諸部を海島市とした。 基礎自治体により構成されていたが、2002年に、漁師は廃止され、全域を民生総署が管轄することとなった。法人的地位を持たない、行政区画としては、そこにある代表的な教界道を管した7つの、道区、タイパ島及びコロアネ島をつなぐ、埋め立て地である個体地区、中国本土にある、マカオ大学並びに貴族未定の埋め立て地により、構成される。 角道区等は、以下の通り、なお、マカオ大学は、個体、コロアネ島の対岸である横琴島に位置し、マカオ新白区は、マカオ半島東岸及びタイパ島北岸の埋め立て地で、ある。花地目道区清安谷道区持ちと道区、大道区風順道区かかたぎ道区タイパ島事情、個体地区西片積み角道区コロアネ島マカオは、温帯化浮気候に属し、 年間の平均湿度が75%から90%とかなり高い。他の河南地域同様、モンスーンの影響を強く受け、夏と冬の気温差、湿度差が大陸内部ほどではないにせよ、顕著である。年間平均気温は、摂氏22.7度であり、7月が平均気温摂氏28.9度と最も暑く、1月が、 平均気温摂氏14.5度で最も寒冷な月となる。マカは中国の南岸地域に位置し、年間降雨量 2120mm とタウ地帯に属する。しかし冬季はシベリア高気圧の影響を受け、比較的乾燥する。10月から11月にかけての周期は晴天に恵まれ、温暖で湿度も低いなど過ごしやすい季節となる。 12月から3月初旬の冬季は、平均的最低気温は、摂氏13度と穏やかであるが、時折摂氏8度を割るほど低下することもある。3月から湿度が上昇し始め、夏季は気温がかなり高くなり、亜熱帯性の豪雨や時には台風に見舞われる。セナド広場にある民生総称マカオの行政長官は、各業界団体から選出された委員からなる。 選挙委員会が選んだものを、中華人民共和国の中央政府が任命する。行政長官は7から11人からなる、行政会と呼ばれる内閣を組織する。マカオの中国系住民の名簿家であり、銀行家でもあった、何やつ、が1999年12月20日に、マカオ特別行政区所代行政長官に、 中華人民共和国から任命され、ポルトガル統治下で任命されたロシャ・ビエラ総督にとって変わった。立法機関は、マカオ特別行政区立法会であり、マカオ住民の直接選挙で選ばれた12人の議員と各種職能団体を通じて、間接的に選出される10人の議員及び、行政長官が指名する7人の任命議員で成り立っている。立法会は、 あらゆる分野での法規定律の責任を負っている。現在のマカオには政党を名乗る政治集団が存在せず、住民は政治目的ごとに社団を組織して議員選挙に参加している。マカオでは長年大陸法系ポルトガル法に基づいた司法制度が運用されてきたが、中国返還後も継続している。返還に際して制定されたマカオ基本法は、 中国中央政府が、マカオ特別行政府に対して、自治権及び一部の大外事務につき、これらを受験する旨規定された。これによりマカオは、将来も、中国マカオ名義により、外交的行為を行い、広範な裁量権に基づいた、地方自治は継続する。独自の法執行機関も保有している。三申請であり、第一申は、初級法院と、 行政法院が、マカオ域内のほぼ全域を管轄している。中級法院は5名の裁判官、終身法院は3名の裁判官により構成される。売審制が規定されているが、実例はない。裁判官は、選出委員会が選出し、行政長官が指名する。なお、マカオには、死刑制度は存在しない。1991年以前、マカオは、 ポルトガルの司法管轄区分によるものとして、リスボン地方裁判所管区の支部として運用されていた。2009年には、香港で撤回に追い込まれた国家安全条例案と同様に、国家分裂行為などの反政府活動を禁じる国家安全維持法が制定されている。マカオのスカイラインマカオのスカイライン変化に以来、マカオには中国人民解放軍が駐屯している。 出動したのは2017年8月、台風被害の対応が初めてである。世界銀行の統計によると、2015年のマカオの GDP は461億ドルである。一人当たりの GDP は世界屈指であり、返還後の経済の急成長で、税収も非常に潤沢となったため、マカオ市民には教育費と医療費を無料化する幸福市政策が行われ、 毎年現金給付もされるようになった。世界最大級の都市圏を目指す越港、沖大湾区構想の一部にもなっている。域内の法定通貨は、大西洋銀行及び、中国銀行マカオ文庫が発見するマカオパタカ、である。しかし、流通通貨の相当部分は、香港ドルである。パタカの発見に際しては1香港コンドルイコール1.03。 パタカと香港ドルにペッグされており、香港ドルは米ドルにペッグされているので、米ドルにペッグされているのと、実質同等となっている。1香港コンドルイコール1.03パタカと、パタカが、わずかに価値が低いが、ほとんどの店では10日に扱われたり、流通レート以上に値上げされることがある。なお、香港ドルで支払っても釣り線はパタカで返ってくる、ことがある。 香港ドル効果は、マカオうちの自動販売機などでも使用が可能ではあるが、タクシーなどでは1香港ドル未満の効果は受け取りを拒否されることがある。逆にパタカを、香港での支払いに使うことはできない。マカオの経済はギャンブルを含む観光産業と、織物や衣類、花火の生産に大きく依存しているが、多角化に努めた、結果、小規模ながら、玩具や増が 電子機器の製造も始まった。織物や衣類は輸出金額のおよそ4分の3を占めているが、GDP に占める製造業の割合は5%程度であり、GDP の40から60%程度、政府歳入の80%程度はギャンブルに依拠している。カジノ、グランドリスボア、リズボア、 ウィン・マカオ個体ストリップに建築中のカジノホテル群に2018年には3580万人を超える観光客がマカオを訪れた。最多は約2500万人の中華人民、共和国本土からの訪問客であり、香港からの観光客約630万人が、これに次以下、台湾、韓国、日本をはじめとしたアジア各国。 地域からの観光客がそれに続く。世界最大のカジノ設備が集客に貢献している。他に、世界遺産に登録されたマカオ歴史地区や、東西を融合した、独特の食文化、カジノに隣接するブランド品の直営店など、ギャンブル以外の観光資源にも恵まれている。返還直前の1998年頃には、経済の暗黒面である黒社会の構想が、 懸念されていたが、返還後は、治安は良くなった。2002年には、カジノ経営権の国際入札を実施し、その結果これまで何を取り経営の、マカオリオ娯楽有限講師が独占してきたギャンブルを、含むカジノ産業を、香港系のギャラクシーマカオ社とアメリカのウィンリゾーツ社にも解放した。このことがこう創し外国からの投資が急増した。 2009年5月現在、ホテルリスボア、グランドリスボア、サンズマカオ、ウィンマカオや、新たに埋め立て開発された、個体ストリップのザベネチアン、マカオなど20を超える大規模なカジノが運営されている。これに伴い、観光客も2000年の800万人から2018年の3580万人と4倍以上の増加を示したように、 観光産業の流星で経済は活況を呈しており、中華人民共和国本土の一部直轄市や省が、マカオ入居を解禁した。2006年の火事の売り上げが69億5000万アメリカドルに達し、これまで世界最大であったアメリカのラスベガスの推計65億ドルを超え、世界最大の火事の都市となり、 その後も成長を続け、2013年の売上は3607.49億マカオパタカに達した。カジノ市場の大外開放からわずか4年でカジノ都市として世界主位に躍り出た背景には、膨張する中華人民共和国の経済から溢れ出るチャイナマネーと新たな市場であるマカオの国際カジノ産業に流れ込む外資があると分析されている。 なおマカオで合法とされているギャンブルは数多いが人気があるのは駆け引きの要素のない大小やバカラである。ほぼ全てのカジノにスロットマシーンが備えられている。またカジノに偏らない統合型リゾートも整備して AI や ICT を活用したスマートシティ化も進められている。このほか古くからドッグレースが盛んであったが 人気を失い2018年7月に廃止された。競馬も行われているが、他のギャンブルの影に隠れて、あまり人気がない。陸運隣接する主海市とは、北部のボーダーゲート及び個体のレンゲ大橋において、中華人民共和国に陸路を経由しバスや、一般車両を含め出入域可能である。2018年、香港、主海市を会場でつなぐ。 世界最大級の橋梁港玉、沖大橋が完成し、香港国際空港を呼び、香港市内までバスで移動することができるようになった。海運ターボジェット車の高速総動線マカオ半島に、ある、アウターハーバーフェリーターミナルと、タイパ島にある、タイパフェリーターミナルから、香港、上管の香港、マカオフェリーターミナルまで、ターボジェット車やコタジェット車運行による、 ジェットホイールと高速総動線が24時間15から30分間隔で運行されている。所要時間はおよそ55分。香港とは、九竜チムシアッチのチャイナフェリーターミナルとの間にも30分から1時間の間隔で、ファーストフェリーマカオブランドによる高速総動線が就航しており、こちらも約60分で結んでいる。同じく、 香港の深海にあるタムロモンにあるツンムンフェリーターミナルとの間にも香港ノースウエストエクスプレス社による高速総動線が1日に4往復就航しており香港郊外北部とのダイレクトアクセスとなっているマカオ中国本土間にも高速総動線の定期線が頻繁に運行されており特に2006年の区域自由化以降は中国 本土席利用客が急増した。香港国際空港スカイピアとマカオ間を発着する高速総動線は、香港国際空港に発着する航空機との乗り継ぎ専用で、空港内で直接到着便から出発便へ乗り換えて利用することができる。アウターハーバーフェリーターミナルでは、香港空港を発着する一部航空会社の搭乗手続きを行うこともできる。できない。 航空会社の場合は、香港国際空港スカイピアに、搭乗手続きカウンターが設けられている。香港国際空港までの所要時間は1時間弱。かつて、内港から、市海のアンチャイを結ぶ渡し船があった。航空マカオ国際空港24時間運用の、マカオ国際空港がある。マカオ航空などが、中華人民共和国内の主要都市のほか、台北や東京、 大阪、シンガポール、バンコク、クアラルンプールなどのアジア諸国の主要都市との間に定期便を運航している。近年は日本からの観光客の増加に対応し、2007年7月26日から関西国際空港とマカオ国際空港間にマカオ航空による定期便が就航を開始。2008年7月16日より毎日就航している。 2010年3月、成田国際空港にも定期便を就航させた。なお、同空港の開港当時に、総主国のポルトガルの首都のリスボンとの間に、TAP ポルトガル航空が直行便を運航していたが、中華人民共和国への主権譲渡を待たず廃止された。しかし、マカオとポルトガル間の旅行客が増加したことや、TAP ポルトガル航空の経営状況が、 回復したことを受けて復活が検討されている。アウターハーバーフェリーターミナル屋上のヘリポートから発着するスカイシャトルという名称のヘリコプターによる定期便が運航されており、香港、マカオフェリーターミナル屋上にあるヘリポートや新鮮宝安国際空港との間を結んでいる。香港との間はおよそ30分間隔で運航されており、 おおよその飛行時間は約15分。トランスマックのミニバストランスポートアーバノスでマカオ、サールとトランスポータスコンパニアでマカオの2社の路線バスやミニバスの路線が行きないを網羅している。これらの路線バスのルートマップなどはすべてポルトガル語とト東語の両方で表記されてバスの車内放送では関東語ポルトガル語を普通話し英語の順で案内される。 他にも、サンズ・マカオや、ウィン・マカオ、ザ・ベネチアン、マカオなどの、主なカジノやホテルが、5分から10分に1本程度の、頻度で、フェリーターミナルと、各カジノとの間の無料バスを運行している。タクシーが安価な交通手段として、市民だけでなく、観光客の足として利用されている。市民の足として、スクーターが重宝されている。 交通渋滞を緩和するため、マカオ景気鉄路という新交通システムが2019年共用がタイパ島において開始され、マカオ半島部への延伸が予定されている。マカオの自動車道路は、香港と同様に左側通行となっている。これはかつて、ポルトガルが左側通行だったことの名残とされている。人口密度の高いマカオ半島中央部の美的路、主教街。 2015年8月撮影。人口はおよそ52万人。マカオ一つの地域と見れば、マカオは世界で最も人口密度が高い国、地域である。1平方キロメートルあたり実に約1万8000人が住んでいる。マカオの人口は92.4%が過人であり、最も多いのが関東人で発火人もおり、 いずれも近隣の関東省から来ている。ポルトガル人は0.6%で、マカエンサと呼ばれる過人とポルトガル人の根血のグループもいる。ポルトガル語と中国語兵器の道路表示書き言葉としての公用語は、ポルトガル植民地時代から、ポルトガル語と中国語の二言語と定められ、官方をはじめとする各種交付や注意表示、 道路表示などの公的表示にはほぼすべて二言語兵器が義務付けられている。テレビ局もポルトガル語専門局が設けられている。市中の看板における表記なども、その多くで二言語兵器がなされているが、観光客対策に英語も含めた三言語表記になっている広告も目立つ。広告では、関東語が広く使われ、ポルトガル語は、 ポルトガル人とマカイエンサなどを除けばほとんど使用されていない。マカイエンサのうち、ごく少数は、マカオ語とも呼ばれるクレオール言語を話す。2011年の言語調査では、関東語83.3%、普通話5%、ッカ語3.7%、その他の中国語2%、英語2.3%、タガログ語1.7%、 ポルトガル語0.7%、その他1.3%となっている。年配者でも、流暢に英語や普通話も話せる人が多い、地域でもある。そして主な観光地では稀に、日本語を話す職員もいて、港や空港の表示、世界遺産の墓標の支柱の説明書にも、反対やザ中国語、ポルトガル語、英語、日本語が常に、 表記されていて、生きがいからの観光客が訪れても苦痛を感じることが少ない。2010年のピュー研究所による調査では、中国の民族宗教58.9%、仏教17.3%、キリスト教7.2%、イスラム教0.2%、その他の宗教1.0%、所属宗教なし15.4%の割合であるが、 各種調査では、キリスト教が5から7%程度で、比較的安定しているとは、調査ごとに、民族宗教、道教、仏教、所属宗教なしの回答比率がまちまちである。80%近くが仏教を実践しているとする、報告もある。キリスト教の中では、ポルトガル時代以来のローマカトリックが多数であるほか、少数のプロテスタント教会もある。 レッドマーケット中国系住民は、関東料理系の中華料理を、ポルトガル系住民は、ポルトガル料理を基本とした食生活をしているが、これらの料理だけでなく、かつてポルトガルの植民地があった、インドやマレーシア、アフリカ、ブラジルの料理の要素や、交易のあった日本料理の影響をも取り入れて、融合した、マカオ料理が生まれている。マカオ料理は、一見、 ポルトガル料理風であるが、中華料理のように皆で取り分けて食べることも当たり前で、中国大陸近辺で取れる食材もうまく活かしている。食事の際には、ポルトワインもよく飲まれる。ただし、マカオ現地では、ポルトガル料理と区別されずに、故障されることも多い。香港同様に茶山町や麺類、かゆ、パン、菓子などの専門店も発達している。マカオ料理は、 香港をはじめとする中華圏で高い人気を誇っており、ポルトガルのパステルでナタを元にしたマカオ式のエッグタルトは日本にもアンドリューのエッグタルトというチェーン店を出している例がある。基本的に香港の芸能の影響が強く、香港や台湾などの中華圏の芸能人、そしてヨーロッパの芸能人に人気が集まっている。 ポルトガル音楽のファドを歌うグループや越劇の劇団がいくつかある。マカオ大学住民には3年間の幼児教育、6年間の初等教育、6年間の中等教育、合計15年間の無償教育の機会が提供されている。識字率は93.5%で、非識字者の大多数は65歳以上の高齢者であり、若年層では 99%以上となっている。現在、授業にポルトガル語を用いている学校は1校のみで、ある。マカは、統一的学生を有しておらず、中等教育までは、英国式、中国式、ポルトガル式のものが並立している。10の高等教育機関があり、うち4機関は公立である。国際学習到達度調査によると、2003年実施の、 もので実施41カ国中、数学的リテラシー9位、科学的リテラシー7位、問題解決能力6位、2006年実施のもので、実施56カ国中、数学的リテラシー8位、2015年実施のもので、実施72カ国中、科学的リテラシー全体6位、読解力12位、数学的リテラシー3位、と上位を記録している。 マカオの進学率は、かつては、他の高収入所地域に比べ高いとは言えず、2006年の統計によると、14歳以上の住民のうち、中等教育を受けた者は51.8%で、あり、高等教育は12.6%となっていたが、近年急速な伸びを見せ、2016から17年度の中等教育学校卒業生の、 高等教育進学率は91.9%に達し、2016年における全人口に占める高等教育学歴取得率は28.9%で、近い将来には4割に達することが見込まれている。マカオ特別行政区基本法第6章第121条において、以下の条項が定められている。 マカオグランプリ1954年から行われているモータースポーツの祭典であるマカオグランプリが世界的に有名で1983年に国際格式のフォーミュラ3のマシンによって行われるようになって以来アイルトンセナやミハエル・シューマッハ佐藤拓馬など多くのレーシングドライバーがここで勝利を上げた後にフォーミュラ1へとステップアップしている 2000年のマカオグランプリで、マカオ出身のレーシングドライバーとして初優勝した、アンドレクートが、スーパー GT や国際 F3000 選手権など、世界各国のレースで活躍している。毎年12月初旬に、旧三地域を一巡する、マカオマラソンが行われる。マカオには、中華人民共和国の中国オリンピック委員会とは、独立した国内オリンピック委員会として、 中国マカオ体育及びオリンピック委員会が存在する。ただしマカオオリンピック委員会はアジアオリンピック評議会からは承認済みであるが国際オリンピック委員会からの承認は得ていない。このためアジア競技大会や東アジア競技大会、東アジアユースゲームズには選手団を送り込めるがオリンピックには出場できない。 2005年10月に第4回東アジア競技大会が行われたほか、2007年にはアジア室内競技大会が開催された。2010年に甲州で行われたアジア大会では、武術大局兼競技にて、上津がマカオ史上初となるアジア大会金メダルを獲得した。2018年9月にインドネシアパレンバンで行われたアジア大会では、 日本人が監督を務めるトライアスロン競技で、巨アキラがトライアスロン種目としては、マカオ史上初となるメダルを獲得した。中国語による日刊新聞として10紙が発行されており、最も発行数が多く影響力を有するものは、マカオ日報である。公営のラジオテレビ検営局として、マカオ広島電子がある。テレビは、 沖島マカオ大、沖市公ヨシ大、沖市定育大、沖市生活大及び、ポルトガル語での放送を行う、沖市保文大の5チャンネルで放送されている。この他、衛星放送として、沖広市衛星電子頻道マカオが存在する。ラジオは、関東語と、ポルトガル語の2派で放送されている。この他に、民営ラジオ局緑村伝大がある。 世界文化遺産マカオ歴史地区も参照のこと。聖ポール天主堂後マカオタワーザ・ベネーチアン、マカオカテゴリー、マカオを舞台とした作品を参照。ありがとうございます。